体重増加を招く9つのホルモンとその乱れを整える方法。体重の増加って食べ過ぎで起こるんでしょ？なんて考えていませんか？確かに食べ過ぎが原因の肥満というのはよくある話です。でも時にはホルモンバランスの乱れがその原因になっている場合もあるんですよ。ストレスや年齢、遺伝、生活習慣の乱れなどがホルモンバランスを崩してしまうことによっていろいろな体重の問題を引き起こすんです。今回はそんなホルモンのうちの9種類について一緒に学んでいきましょう。体重の増加を防ぐ方法についてもお教えしますよ。でもまずはお知らせから。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。動画はどんどん増えていますからね。1、甲状腺ホルモン。甲状腺は私たちの首の付け根のあたりにある長腸型の器官です。 T3、T4、カルシトニンといったホルモンを分泌し、これらの働きによって体の新陳代謝を調節します。甲状腺がこれらのホルモンを十分に分泌することができない状態が甲状腺機能低下症と呼ばれる状態。その結果、体重の増加が起こります。体が脂肪を適切に燃やし代謝させることができなくなり、脂肪がどんどん体に蓄積されていくんです。また過剰な水分が体全体をむくんだ状態にさせてしまいます。このような状況を避けるためには葉素強化塩または海藻などを摂取しましょう。加工食品は避けましょう。ビタミン D のサプリメントなどを取りましょう。牡蠣やパンプキンシードなどといった亜鉛の豊富な食品を多く取りましょう。2、インスリン。インスリンは膵臓で作られます。グルコースを細胞へ取り込ませたエネルギーに変えたり、脂肪として貯蔵したりします。ですからインスリンは基本的には血糖値を調整する役割を果たしています。加工食品や不健康なスナック菓子、アルコール、清涼飲料水などを多く取りすぎると体にインスリン抵抗性が引き起こされてしまうことになります。つまり筋細胞がグルコースと結びついたインスリンを認識することができなくなり、グルコースが本来いてはならない血液中をひたすら漂うことになります。このことによって血糖値が劇的に上昇し、体重の増加と2型糖尿病を引き起こすんです。そのような状況を避けるためには葉物野菜や旬の果物や野菜を多く摂りましょう。オメガ3脂肪酸を多く摂るようにしましょう。オメガ3脂肪酸は脂肪の多い魚やナッツ類、オリーブオイル、アマリなどに多く含まれます。1日最低2リットルの水を飲みましょう。週に最低4時間の運動をしましょう。アルコール、加工食品、清涼飲料水は避けましょう。3、コルチゾール。コルチゾールは気分が落ち込む、不安になる、ストレスを感じる、怒る、怪我をするなどといった場合に副腎で分泌されるホルモンです。その主な機能は血糖値を高めることでストレスを軽減するというもの。現代のストレス社会と劣悪な生活習慣が相まって常にストレス状態にあるという人も少なくないはずです。これはあなたの感情面に影響するだけでなく、コルチゾールの値も極めて高い状態を維持してしまうことになります。そしてコルチゾールは体に脂肪を貯める働きを持っているんです。良くないということがわかりますね。そのような状況を避けるためには夜少なくとも8時間の睡眠をとるようにしてください。普段のライフスタイルや仕事の関係でそれが難しいという場合は一度生活を見直した方がいいかもしれません。睡眠は健康だけではなくあなたの外見にも大きな影響を与えます。加工食品、揚げ物、アルコールは避けましょう。呼吸法やヨガ、瞑想のいずれかを毎日1時間行うようにしてみてください。ストレスレベルを下げる助けになります。お友達や家族と過ごす時間を増やしてみましょう。嫌なことを忘れて楽しむ時間を増やすんです。4、テストステロン。男性ホルモンだと考えられることが多いですよね。でも女性だってテストステロンを分泌しているんですよ。テストステロンは脂肪を燃焼し、骨や筋肉を強化し、そして性欲を高めます。年齢や大きなストレスといった原因で女性のテストステロン値が減少すると、これが骨密度や筋肉量の低下を招きます。
特に筋肉量はとても大事。なぜなら筋肉はカロリーを消費する器官なんです。ですから筋肉量が減ってしまうと体重増加につながるというわけ。そのような状況を避けるためには普段から運動をするように心がけ、体全体を鍛えましょう。テストステロンを増やす効果が狙えます。アルコールは避けましょう。プロテインを取りましょう。全粒粉やパンプキンシード、アマニなどを食生活に取り入れ、食物繊維を多く取るようにします。亜鉛の豊富な牡蠣やマグネシウムの豊富なナッツ類、葉物野菜を多く取ります。5. プロゲステロン。プロゲステロンとエストロゲンのバランスが崩れると、正しく機能することができなくなります。プロゲステロンの分泌量は、ストレスや経口避妊薬、閉経といった理由で減少することがあります。この結果、体重の増加や肌のたるみ、うつ病、不眠症、意識レベルの低下を引き起こします。プロゲステロン値を正常化させるためには、定期的に運動をしましょう。瞑想をしましょう。ストレスを避けましょう。言うは易しとは言いますが、これなくして様々な健康問題を解決することはできません。ビタミン C や亜鉛、マグネシウムの豊富な食品を食生活に取り入れましょう。例えばサンフラワーシード、カシューナッツをはじめとした様々なナッツ類、牛肉、ラム肉、レバーなどをランチやおやつに取り入れてみてはいかがでしょう。6. エストロゲン。女性ホルモンとして有名なエストロゲン、このバランスを乱してしまうと、これも体重増加につながってしまいます。体内でのホルモンの過剰分泌、またはエストロゲンが多く含まれる食品の過剰摂取により、このホルモンが著しく増えてしまうことになります。エストロゲン量が増えてしまうと、インスリンを作り出している細胞がストレスを受けます。これにより、インスリン抵抗性が引き起こされ、前の項目でも説明した通り、これが体重の増加につながります。閉経前の女性はエストロゲンが比較的低下し、いわばエストロゲンの欠乏状態が続いています。そのため、欠乏症状を埋め合わせるために、体はこのホルモンを得る他の手段を探しているんです。その一つが脂肪細胞。エストロゲンが低下すると、体はエネルギーを手当たり次第に脂肪に変え、グルコース量を増加させようとします。このことによって、体重の増加が引き起こされるんです。そのような状況を避けるためには、穀物類、新鮮な野菜類、果物類をよく摂りましょう。アルコールは避けましょう。習慣的な運動を心がけましょう。加工肉は避けましょう。7. レプチン。レプチンは空腹を避け、体のエネルギーバランスを正常に保つ働きを持つホルモンです。でも、砂糖を摂りすぎてしまうと、果糖の過剰供給が脂肪を生み出し、これが肝臓やお腹など、体中に蓄積することになります。そしてレプチンを分泌しているのがこの脂肪細胞。レプチンの量が増えれば増えるほど、体がホルモンに対して鈍感になっていきます。つまり、満腹中枢が破壊されてしまうということ。いつまでもお腹がいっぱいにならず、ひたすら食べ続けて止まらないという状態が起こってしまうんです。そのような状況を避けるためには、砂糖の多い食品は避けましょう。果物は1日に3品目までに抑えてください。色の濃い葉物野菜を食べるようにしましょう。加工食品は避けましょう。ほぼ毎回言ってますね、これ。砂糖が多く含まれるだけでなく、食品添加物やトランス脂肪酸など、体に入れたくないものばかりが入っています。十分な睡眠をとりましょう。7から8時間が良いとされています。よく水分を取るようにしましょう。8. グレリン。胃から分泌されるグレリンは、空腹ホルモンとして知られています。このホルモンが食欲をコントロールし、脂肪の蓄積を増加させます。グレリンの量は、激しいダイエットや断食を行っていると増加します。グレリンの量をコントロールするには、普段から運動をするようにしましょう。2から3時間の間隔を空けて食事をするようにしましょう。食事の20分前には、コップ1杯の水を飲みましょう。新鮮な果物や野菜、タンパク質の豊富な食品を摂るようにしましょう。9. メラトニン。メラトニンは私たちの睡眠サイクルを正常化させるホルモンです。私たちが眠っている間、体は成長ホルモンを分泌し、細胞の再生や修復、体の状態の改善、強い筋肉組織の構築などを行います。でも、適切な睡眠時間が取れていないと、この修復プロセスが大きな打撃を受けてしまいます。
これがストレスへとつながり、炎症を伴う体重増加へとつながります。ですから、今度誰かに、お前寝すぎだよ、なんて言われたら、理想の体型のためなんだから、ということを教えてあげましょうね。メラトニンを理想の量に保つには、深夜や寝る直前には何も食べないようにする。十分な睡眠をとる。暗い部屋で眠り、室温は15度から20度を保つ。携帯などの電源は寝る前に落とす。人工のブルーライトが睡眠サイクルを破壊します。まとめ。それぞれ違ったホルモンがいろいろと違うことをして、それが多かったり少なかったりすると健康を損なうと言われると大変そうに聞こえますが、これらすべてをバランスよく保つためにするべきことは共通しています。まず、十分な睡眠をとること。栄養バランスの取れた食事をとること。十分な水分をとること。十分な運動をすること。そして、ストレスを最小限に抑えること。これらのことを心がければ、すべてのホルモンのバランスをコントロールすることができ、あなたを内側からも外側からも最高のコンディションにすることができますよ。皆さんはホルモンバランスの変化による体重変化の経験はありますか？コメント欄で教えてくださいね。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。